にゃんにゃん、どうも、こんにちは、シュン TV シュンのシュンネコです。単発耳実況シリーズ、妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。パート13ってことで、今回はですね、まあ、前回じゃなくてね、なんか一回ショート動画の方でですね、一応、この妖魔勝利ガチャをね、一回引いたんですけど、ちょっと10年でやるのはね、初なので、まあ普通常の動画になっていますってことで、今回ですね、なんか ZZ ランクのキャラがですね、出現率超アップ中ってね、書いてるので、もしかしたら10年で出るかなっていう ね、そういうね、少しの期待をね、ちょっとね、込めてね、やっていこうかなと思います。で、今回やるのは10年です。はい。10年でやっていこうかなと思います。ことで、4500ポイントね、使います。ことで、レッツゴーポイントー減っちゃったな。じゃあ、ゆっくり回しましょう。ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、ゆっくり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 。ありえないレビス。全部、なんか、ダメじゃん。開けましょう。はい。お。待って。A しか出ないとかないよね。じゃあもういっぺんに開けちゃいましょう。ということで、全部ドン。はい。嘘。やらかしましたね。ニュー多いけどさ、ダブル S もない。ダブル S もないじゃん。ガチャ、どうしたんだい。となんか悲しいので、もう2回プラスでやります。もう2回プラスでやりましょう。ショックなのでね。もう2回プラスでやりましょう。いやいやいや、待ってくださいよ。ねえ。ゆっくり回しまーす。赤だなぁ。ありえないでウィス。何も出ないでウィス。S、ニュー。まあ、ニューナも嬉しいんだよ。ニューナも嬉しいんだけどさ、全然なんか、もうひどくない?大丈夫?じゃあ、プラス1回。あと、まあ、一応これでね、終わります。12連目ですね。よく、もうちょっと早く回そうかな。こい!うわぁ、嘘!ってことで、今回はガチャ運がありませんでした。ガチャ運なかったです。12連やって、S ランクが2体出たぐらいかな。ダブル S 以上なしというね。どうなってるん?どうなってるんだってね。なんかもうショックです。ショックだよ。またね、まあポイント貯めようかなと思います。ってことで。では、今回のパート13は、こんな感じで終わろうと思うんですけど、最後に現在に、ね、今持ってる妖怪プニね、ちょっと出そうかなと思います。現在こんな感じでーす。ってことで、まあ、Z ランク1体しか持ってないし、なんか ZZ ランクね、ないんですよね。なのでね、ZZ ランクのキャラクター欲しかったんですけどね、残念ながらガチャはなかったですね。はい、ってことで。では、今回のパート13、この中で終わろうかなと思います。この動画、もし少しでも良かったなと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。